東京ディズニーリゾート、マイハマアンフィシアター、マイハマアンフィシアターは、千葉県浦安市、マイハマの東京ディズニーリゾート内にある多目的ホールである。アンフィシアターとは、ひな団子客席のある、大行動、大教室の意味である。2008年10月1日にオープンし2011年12月31日まで。 営業していたシルク・ドゥ・ソレイユ専用劇場であるシルク・ドゥ・ソレイユシアター東京をリニューアルし2012年9月1日にオープンした。本校では全身の劇場についても扱う。北米以外では初となる独自演目を公演するシルク・ドゥ・ソレイユ専用の常設劇場として建設された。オリエンタルランドが事業主として所有し TDR の正式な構成施設である。 場所は TDR 内ディズニーアンバサダーホテルの隣接地で2008年5月末に完成した。2008年10月1日にレジデントショー Z のグランドオープン公演を開催、常設公演を開始した。シアター外壁には巨大なシルク・ドゥ・ソレイユのロゴマークが描かれており、ディズニーリゾートラインや JR 京葉線の車内等から見ることができた。 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響により同年3月14日から4月22日の間 Z をはじめとするすべての公演がキャンセルとなった同年4月23日より公演は再開されたが同年7月劇場所有者で公演主催者でもあるアルックは東日本大震災後の来場者数の減少が 続いたことにより黒字化が困難であること等を理由に、Z 公演を同年12月31日をもって終了することを発表した。また、日本経済新聞などでの報道で、Z 初演以来、シアター部門は赤字状態が続いていたことが明らかとなった。これに伴い、Z 千秋楽をもってシルク・ドゥ・ソレイユとの主催契約を中途解除することになり、実質的に、 シルク・ドゥ・ソレイユの日本における常設劇場は消滅することになった。Z 公演終了後、2012年3月14日の広報にて、マイハマ・アンフィシアターと施設名称を変更し、多目的ホールとして再オープンすることが発表され、同年9月1日よりオープンした。壁面に描かれていたシルク・ドゥ・ソレイユのロゴマークは消されている。ありがとうございます。